はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィジです。では今回は、提督の決断法、バープギットの続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、お金欲しさに、南太平洋、ここを攻略して、大本営からの攻略目標を達成しているので、まずこの南太平洋の防衛をしっかりしないと、作戦を強引に推し進めた意味がないんですが、それ以上に今はお金とアルミが欲しいということで、主力の第2、第3、第8艦隊、前回南太平洋を攻略した艦隊は一路オーストラリアを目指します。で、あと残っているところでやっておきたい内容としてはですね、物資援助で、ドイツにまた石油を押し売りしておきましょう。さらに技術開発はお金があまりないので、電子、機関、航空、通信、工業、これに薄く入れていきましょう。で、南太平洋には輸送船を。で、前回最後、マラッカも輸送船を何隻か沈められているので、マラッカ増強しておきます。では、これで時間を進めていきます。マリアナ沖に敵軍が侵攻か。この薄い艦隊でなんとか守りきるしかないかな。航空戦力も配備はしてあるんですけど、潤沢とは言えない航空戦力にはなってるんで、しかも雨か。全く嬉しくないね、この雨は。そしたら1個の艦隊のうち一つは、ここの海域をどうしても守りきりたいので、四隅に散らばらせましょう。なんとしても生き残ってもらわなきゃいけないんでね。あと雨が止んだら航空隊を飛ばして、しっかり敵の戦力分析に努めましょう。なんとかここは防衛したいな、マリアナは。機関発見してるね。いやー、この雨は痛いな、本当に痛い。あとは敵の空母を沈めておきたいよね。で、味方基地の砲台がこれでやられるはずなので、航空基地からもう一回発艦したかったな。ちょっとそれはかなわずかな。夜明けまで持たないですよね、きっと。一旦敵の艦隊は遠のいてるね。これで航空隊が出れれば、あの戦艦沈めればとりあえず。うわ、ここでか。ここで雨か。頼むから耐えてくれ、雨よ、止んでくれ。止まないか。悔しいな、この戦い。かなり悔しいな。雨さえなければね、やっぱりここで全天候型の
あの航空機あればもうちょっと敵にねダメージ与えられたんじゃないかなという点では悔やまれますね。ただ味方の艦隊壊滅状態ではありますが残っている3隻この3隻でしっかりと逃げ切り体制はできているという状態なのでマリアナ沖に増援を送れれば一旦防衛はできそうですね。でオーストラリアを奪えばオーストラリアを奪った艦隊これをマリアナ沖に反転攻勢すればアメリカ軍叩けるのでここはちょっと我慢しましょう。情けない戦いぶりにはなりますがここは我慢。航空基地もう一個やっぱり欲しいよね前線には。前線にもし航空基地があればいやでもな今の状況だったら雨はどうしようもなかったからな。そしたら敵の戦艦にとどめを刺しに行きましょう。この辺にいたのは間違いないので、届くかな時間的に。今画面の右下に18時って出てますけどこれ24時で戦闘は終わってしまうんで最後にね一発叩き込みましょう。できなかったな。無駄に駆逐艦を大破させちゃっただけだけど、まあ、でも持ちこたえたのでよしとしましょう。敵の空母レンジャーこれ前回取り逃したまさにそれかもしれませんね。さてそしたらマリアナ沖本当に危ないんで、とはいえトラック沖にいる艦隊は回せないしな。というかトラック沖に今艦隊が入っていない。いや危ないよトラック沖に艦隊が入ってないなんて。珊瑚海にいる艦隊はいいでしょう。ちょっと艦隊の配置確認していきましょう。まず第一艦隊これマラッカでまだ修復中だよね。第二艦隊はこの後オーストラリア強襲。第4艦隊は潜水艦隊でマラッカに待機で、マリアナ沖にいるのはさっき防衛した第5艦隊ですね。かなりすり減ってます。小笠原沖にいる第6艦隊これも動かせないな。第7艦隊はマリアナ沖に転進しましょう。第8艦隊もオーストラリアに攻撃に向かいます。かなり厳しい損傷している艦隊ですね。第9艦隊これはこれこそ南太平洋の防衛ではなくて今となってはトラック沖に進めましょう。第10艦隊小笠原沖これをマリアナ沖へ転進。第11艦隊第12艦隊というところかな。そうするとまず第12艦隊に艦載機を乗せちゃいましょう。というわけで艦載機の生産ですね。ここは救急の艦爆これを生産できるだけ生産しましょう。39機だけか。アルミがないんですね。となると残りは輸送船を作ってアルミが取れるところを優先的に輸送船を配備していってあげましょう。レイってめちゃくちゃアルミ取れるな。
今更だけど、ソロモンは置いておいたとしても、サンゴ界やっぱりオーストラリア欲しいね。全く足りないですね、数が。そうすると小笠原沖にいる空母に艦載機を乗せていきましょう。数がちょっと足りていないというのはありますけど、小笠原を取ったらすぐさま南太平洋、いやー中部太平洋までは取りたいな。そうすると南太平洋、中部太平洋を小笠原沖で防衛艦隊を配備すればなんとか戦えますよね。なので、うん、中部太平洋は取りましょう。まあ、その前に小笠原から敵が攻めてくる可能性があるので、そこに対しての防衛もしっかりやりましょう。で今回はもうお金も使い果たしたので、オーストラリアに決戦を挑みます。問題はオーストラリアにどれほどの敵の艦隊がいるかですね。了解。ここに1個敵の飛行場があるのは間違いなさそう。オーストラリアぐらいになってくると飛行場の数は3つはあると思っていいと思うんですよね。なのでその3つ全てを叩かなきゃいけないってことを考えると、かなり骨が折れそうですね。まだここまで来ても敵の空母らしきものはいない。何、どういうこと。まずは1個飛行場確認しましたね。敵の爆撃機が飛んできてるな。しかもそれなりの数だな。さっさと叩きたいね。ここにあると思うんだけどな、あるんだけど思うんだけどなっていうか、あるのは確実なんですよね。敵の艦隊はいないな。こんな好機はそうそうないぞ。敵の一番大きな航空基地はここですね。ここ以外は逆に大した戦力は入っていなそうな
何？戦艦が沈没？金剛が沈没か。まずいな。問題は今出ている爆撃隊がどこまで削れるかですね、1回で。結構厳しい戦いになってるな。1回で半分は削れますね。なのでもう1回航空攻撃を突っ込めれば、それで基地一つは潰せますね。あともう一つ二つあると思うんだけどな、基地が。もう一つ二つというか、もう一つ絶対あると思うんですよね。それがここか他にあるのかっていうのは確認したいよな。あー、戦艦が春菜も沈没か。さっさとこの飛行場を叩きたいな。ここの飛行場の航空戦力かなり強いんで、この飛行場の戦力さえ潰せばだいぶ楽になるんじゃないかな。よし、敵の飛行場一つ破壊しましたね。もう二つあるはずなんで、というか一つは発見済みですね。なのでもう一つの飛行場だな。ここをなんとか破壊したいけど、それにしても艦隊が傷つきすぎてるな。ここに飛行場あるね、発見済みだね。もうこの飛行場も破壊しちゃえばなんとかね、簡単にダメージが出てでもここは終わらせたい。戦いをオーストラリアを取りたい。雨か、ここで雨か、タイミング悪いな。そしたら戦艦長門を、下の飛行場の破壊に向けて出撃させましょう。これで型がつくとは思うんですよね。でもこのまま夜明けを待つしかないので、航空隊に関してはそこで一気に型をつけましょう。幸いにも空母がノーダメージできてるっていうのは本当にありがたいね。このまま空母にダメージが出なければ、まあ、戦艦を2隻3隻と失ってはいますけど、まあ耐えられるかなっていう感じですね。ではちょっとね、夜の間は時間を早めちゃいましょう。夜明けとともに航空隊による攻撃を行っていきます。
オーストラリア取れたら大きいよね。本当に大きいわ。よし、これでオーストラリアは取りましたと。まあ、艦隊の中ではコンゴ、春菜、これが撃沈されてますね。それに従順が1隻、駆逐艦が2隻。まあダメージは出ましたね。戦艦2隻失ったっていうのはちょっと痛い。ですが、それ以上にオーストラリアを取れたというのが大きいので、まあよしとします。マリアナ沖に来るか、敵艦隊。しょうがないよな。マリアの沖を最悪失う可能性があるわけだな。と敵の配置がどうなってるかですね。この感じだと。どこにいるのが沈没したんだ。ここだ。大型艦がいないですね。空母がいる。空母がいたな。しかも空母が2隻いる。正規空母2隻は確認してますね。敵の空母沈めよう。空母を取り逃がしましたけど、まあ御の字だな。エンタープライズ、レンジャー、この辺りの空母が出てたんだな。ドイツが不甲斐ないな、本当に。で、冷戦の3、2型が開発完了。水星も開発完了ですね。水星が開発完了してくれたというのは本当に大きいな。夜間に離発着可能になったので、こうなると水星をできるだけ多く生産して、水星を基地にも配備、空母にも配備、まあ、そういう形になりそうですね。はい、では、今回はじゃあ一旦ここまでにしてですね、マリアナ沖危ないんですが、まずは傷ついたこの第2、第3、第8艦隊、これをドックで直してから次の出撃へと向かいましょうか。で、特に第2艦隊はもう再建するのが難しそうなので、傷ついた艦艇を外して新しい新生第2艦隊っていうのもね、考えていく必要があるかなと思います。で、怖いのがマリアナ沖と、あとはこのマラッカなんですよね。マラッカもね、だいぶ艦隊修復されてきてるんですけど、それ以上に敵の方の動きが全く読めないですね。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをまたプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、
興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。